サンダ運休機雷総統艇はイギリス海軍が運用する機雷総統艇の艦級。計画名は SRMH であった。建造費は4600万ドル。イギリス海軍では1979年によりン時急走海艇の運用を開始していた。これは船室をガラス繊維強化プラスチックとし、 また PAP-104 機雷処分具による機雷相当システムを採用するなど、設計、装備の両面で刷新されていた。しかし比較的大型の総会、相当量用定であり、また FRP 艇としては過渡期の設計を採用していたこともあって、建造費は3000万ポンドに高騰してしまった。このため、当初は24隻の建造が予定されていたものの、 最終的な建造数は13隻にとどまった。このことから、同級を補完するため、深々土海域での係り総会能力に特化した、構成艇と総会能力を省いた FRP 製の相当専用艇の組み合わせが計画された。このうちの後者として建造されたのが本級である。なお、前者として建造されたのがリバー級総会艇であった。 本級の設計は1983年にボスパーソーニクロフト社に対して発注され、ネームシップは1985年8月28日に発注された。線形としては中央線路型が採用された。総改定では、選手路を設けて高くしているのに対して還元を最低限として低速時に停止が風に落とされないようにしたものである。 また、定備に重いホイトシュナイダープロペラを備えていることから、推薦幅を広げて、溶石を十分に確保している。船室は、ハント級と同様に、GFRP とされた。しかし、同級では、木製尖閣構造を踏襲した横肋骨方式とされていたのに対し、本級では、GFRP の特性を生かすとともに建造コストの低減を図り、外販は、 MRFRP の短板、また船底を縦式構造、線速及び甲板を横肋骨構造としたコンバインド構造が採用された。成形手法としてはインフュージョン成形の一種であるスクリンプ工法が用いられた。主機関としてはパックスマンベンチュラ 6RPA200EM1500 ディーゼルエンジン2機を搭載して、 ポイトシュナイダープロペラを直接駆動することで15ノットを発揮できる。一方、静音性が要求される相当時には、ラフト上に課された電動機からのベルト駆動により7ノットを発揮できる。また、精密な相関のため、バウスラスターも備えている。特に機雷相当時には、定点保持が求められることから、SPCS が開発、搭載されている。 期待する方位を保ちつつホバリングするダイナミックポジショニング制御と装備機器の性能が外力に追随できず DP 制御の限界を超えると判断された場合に使用される繊維保持法があり、それぞれ自動的にコントロールできるとされている。電源としてはパーキンス V8 から 250G ディーゼルエンジンを用いたモーズレー発電機を3セット搭載する。 総改定情報処理装置としては、本級向けとして、新開発されたノーティス M が搭載された。これは、機雷戦関係で求められる、対衝撃性、機時性などの要求を達成している。三台のコンソールからなっており、レーダーや、機雷探知機などと連接されて、公開情報管理、また、対機雷戦計画、評価支援機能を備えている。機雷探知機としては、 プレッシー車の2093型が搭載された。これは船底装備式と可変振動式を兼ねたものであり、12ノットまで栄光、可能である。捜作用としては8 0ヘルツを使用して、最大探知距離1 2 0 0ル分解能1.5度の性能を発揮できる。また類別用としては3 5 0ヘルツを使用して、最大探知距離3 0 0ル 分解能0.3度の性能を発揮できる。使用可能震度は300メートルまでである。機雷処分具としては RCMDS マーク2が搭載された。これは半ト級で採用された先進度用の RCMDS マーク1の発展型であり、中心度用としてやや大型化するとともに全体的な性能向上を図っている。これに加えて使い捨て式のアトラス射精。 C-FOX-C 型自走式機雷処分用弾薬を後日装備した。また水中処分員に用として未明用減圧チャンバーを備えている。1987年から1993年にかけてまず5隻が建造された。その後、1995年9月より建造が再開されたが、総建造数は当初計画の20隻から12隻に削減された。 さらに、サウジアラビア向けとして同系艇3隻が建造された。他、スペインのイザル社で、同国海軍向けの派生型として、セグーラ96隻が建造された。また海上自衛隊の菅島型も、本級に班を取って、そのシステムを導入して建造されている。ありがとうございます。